介護士と保育士の夫婦では、リズミカルガスの雑草男トントパオ、タカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫イラグサ、親子で介護予防、無理せず楽しく活性化、親子でウォーキングナンバー18、いろいろストレッチの肩、腕、太ももの裏、はい、行ってみましょう。はい、今日はですね、全身ストレッチですね。肩、腕、この辺はだから肩甲骨周りですね。この一番、運動において超重要、肩甲骨周り、肩甲骨、股関節、超重要関節、この360度回るね、パフォーマンス向上、怪我予防に超重要な、この肩甲骨周りと、そしてもう一つ重要な太ももの裏、足の裏筋ですよ。太ももの裏、ふくらはぎ、この2点はですね、もう歩くとき、走るときのね、エンジンですから、これすごい重要ですね。で、日常生活にこう歩いてる分にはね、それほどそんなストレッチなんかせずともね、大丈夫なんですけど、さあウォーキング行くぞってなると、ちょっとたとえウォーキングといえども、ワンランク、ツーランク、気持ちがぐっと上がりますから。そして、ウォーキングはね、かかとからこう入りますからね。これかかとから入ることによって、太ももの裏、ふくらはぎがストレッチングされて、健康効果、血流が回って健康効果が高いんですけども、例えば気温が低い時とか、春先ね、あ、やっとウォーキングのシーズンだ、ちょっとテンション上がっちゃうなーみたいな感じで行くんですけど、朝、午前中、ちょっと気温低めだったと。そうすると、いつも以上に筋肉がキュッと収縮してますから。ほんで、かかとからブインと行った時に、なんかちょっとそこに例えば石ころでもあって、ちょっとなんか、グリッとなったりしたりしたら、プチンと来ることもございますし、やっぱりね、歳とともに、気温もそうなんですけど、年齢とともに筋肉はね、こう、ちょっとカチカチって硬くなってしまいがちなんで、やっぱり油断はね、禁物でございます。それからね、やっぱりその、太ももの裏、エンジンなんで、いつもの平地じゃなくて、ちょっとその自然の中を歩くときね、山道、こう、上り坂を歩くときなんかも、知らず知らずのうちに、いつも以上に太ももの裏に負担がパンと来てますから、で、街中、例えば平地で歩いてたとしてもですよ、軽快に、今日はダイナミックウォークで、軽快に天気もいいし、軽快だー、おいちにんって歩いてる時に、チリンチリンチリン、キキキキキって、自転車ですよ。自転車がブワーッと来たら、急に止まらんな、ウォーキング止まらんな時に、足でこう、キュッと止めるじゃないですか。そうすると、やっぱりね、太ももの裏にペキッと来ますから。いや、これはほんまにね、僕も何回かね、陸上の方で、青色草の陸上の方で、太ももの裏痛めてますから、これね、油断禁物なんですよ。ね、太ももの裏の筋肉、なかなかちょっとね、知らんうちにね、細くなってますから、鍛えにくい面もありますからね、ここは入念に行きましょう。はい、だから今日はですね、結構全身ストレッチで、種目も多めにやっていきたいと思います。肩周り、肩甲骨周りと、足の太ももの裏、ふくらはぎなんかをね、重点的に、ストレッチングして、血流良くして、筋肉温めてウォーミングアップして、今日も柑橘系の皆さんと、いや、どこを歩こうかな、一緒にね、柑橘系の皆さんとストレッチして、どこを歩こうかな、今日も元気に、ウォーキング!いろいろストレッチ、肩、腕、太ももの裏、実践編、行ってみたいと思います。本日もですね、歩き方とストレッチ、アンチエイジングウォーキング、古藤隆義さんの本を参考文献に実践編進めていきたいと思います。概要欄の方に本のリンク貼っておきますので、さらに詳しくね、知りたい方は本書の方をね、ご購入して読んでみてください。さあ、それでは本日も柑橘系の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、いよいよね、ウォーキングのストレッチって言ってて、なかなかこの足のストレッチ出てこなかったんですが、いよいよ太ももの裏来ました。ハムストリングスね、うん、はい。さ
さあ、さらに全身ストレッチもありますが、今日はちょっとボリューム満点ですよ。はい。はい。まずそしたら、この背中から肩周り、全身、バッと、伸ばすね、最強のストレッチ、ヨガにもよく出てくるね、子供のポーズ、猫の背伸びのポーズなんかにもね、同じようなのがあるんですけども、それをやっていきたいと思います。まず、四つん這いになってください。四つん這いになって、このまま、これを後ろに、ぐーっこれってとやってみます。あー、で、ここで、簡単に取ります。さらにですね、この、幅ね、これを広げると、ぐわっと、猫の背伸びのポーズになります。この感覚によって負荷が変わってきますので、はい、ちょっとそれぞれ、ポジションの確認してみてください。もっと、前に出てきてくださってもいいですよ。はい。それでストレッチのポイントですけども、まず痛い、ちょっと手前、痛気持ちいいところでストップすることと、反動をつけないこと、呼吸を止めないこと、そして、実際にね、声に出して数を数えていきたいと思います。1,2,3,4,5 ってね、数えていきましょう。そしてね、さらにね、重大なポイントがこれ、毎日続けること。これが一番ね、難しいと思うんですけども、はい、これ毎日続けることによってより効果がね、発揮されるということなんで、さあ、今日やり方を学んだとはちょっとした合間時間にね、できますので、これウォーキング前だけじゃなくて、就寝前とかにもね、これは副交感神経リラックスのスイッチの方のアクティビティなんで、寝る前にやってもね、大丈夫だと思います。はい。さあ、そしたらまず普通の、肩幅に開いた、肩幅というか、ちょうどこの長方形ぐらいの感じでやりましょうか。はい、はい、ちょっとじゃあ僕も入りましょうか。はい、ちょっとあ、ゆうさんここ真ん中行きますか。あ、ね、あ、まなちゃん真ん中、ここ真ん中斜めに行くっていうの、こういくか、そうしましょうか。はい、じゃあ、レモがこう、うん、レモちゃんこっち、レモちゃんそこでも前行け、そこ行きますよ、前に。はい、あ、まなちゃん前行けよ、まなちゃん、よし、僕これ。はい、そしたらまず普通にこの、ここが、な、肩ぐらいのところで手を置いていただいて、そのまま後ろにすぐーっと引っ張っていきます。はい、5秒いきますよ。はい、引っ張っていきますよ。はい、せーの、1,2,3,4,5。どうですか、これで痛気持ちいい感じあります？いいえ、全然だい、全く効果なし。もう完璧です。だからもう湯は多少あるでしょ。ある、すぐ焼ける。すごいな。はい、そしたらね、これで余裕な人はちょっと負荷をね、かけていきます。もうあと30センチ前に置いてください。はい、これはきついですよ。これは肩こり改善に超効果的。そのまま後ろにゆっくり反ってください。この胸が床につくような感じで。それだけ言っていい？はい、行きます。行きますよ。はい、せーの、1,2,3,4,5。すごいっす。これ見てみてください、ブイーンですよ。レモンちゃんもブイーン、すごいな。これちょっと息止めちゃいますね。息、そう、これね、息止めてしまいがちなんですけども、ここで息を止めないことが、どうしてもね、息止めるとね、血圧も上がりますし、交感神経のスイッチも入りがちなんで、これはよりリラックスをしたいので、横隔膜を使った腹式呼吸をすることによって、これが腹式呼吸が、横隔膜が副交感神経のスイッチとなっておりますので、しっかりね、呼吸を止めないような意識は、はい、大事でございます。はい、はい、これはヒューガさんどうですか、肩こりにはむっちゃ効くそうでしょ。うん、気持ちいいね。これはもうタカちゃんもね、きつい時はやっております、寝る前にやっております。アマナちゃんどうですか、さすがにちょっと幅を広げた猫の背伸びのポーズになると、ちょっとこうストレッチング痛気持ちいいポイントありましたか？多少そうにやって初めてぐらい。レモンちゃんも、もうまだ、レモンちゃんまださすが6歳全然大丈夫な感じですね。はい、でもストレッチ習慣はね、運動前に、陸上部とかでも絶対準備体操するでしょ。
ね、それ今は大丈夫ですけども、生涯ずっとね、運動続けていく上で準備運動の習慣大事ですから。はい、さあそれではね、続きまして、太ももの裏いきましょうか。まずそしたらもうそのままね、僕口で言いますから皆さんやってみてください。長座の姿勢、足を伸ばして長座の姿勢を取ってください。長座ね。はい、レモちゃんもうちょっとこっち行ってください。はいはい、そのまま片っぽの足を日向さんちょっとさっき見てたからちょっとやってあげてください。片っぽの足を90度に開いて、反対じゃあこうそうはい、みんな見せ、ああいう感じ。はいはい、感じ。そして伸ばしている方の足のつま先を持つようにストレッチングしていってください。ここが90度。そう、そこ90度、ね、いいですよ。持つ感じ。はいはい、両手で持ってください。両手でそう、そのままその足を引っ張り上げるんじゃなくて上体をそっちに倒して、そうです。はい、そのまま、はい、5秒いきましょう。せーの、1、2、3、4、5。素晴らしいですね。これもうタカちゃん全然これいかないんで、ちょっと柑橘系の3人のストレッチ見てる方が絵的に綺麗なんで、ちょっとタカちゃんここ入っていきません。今度反対です。反対の足を伸ばしてください。はい、90度です。はい、そのままつま先を持って上体を倒していっていく。すごいな、前2人。せーの、1、2、3、4、5。はい、ね、こうやってちゃんと声に出して数えることによって息止めないでしょ、ね、で、そこ今太ももの裏伸びた人、伸びたね、すりそう。そう、これがね、太ももの裏というかここ、そう、ふくらはぎの裏も大事ですから、ウォーキング陸上においてはね、ウォーキングにおいてはね。はい、さあそしたら、続きまして、もうこれはこんな感じでいいですかね。はい、これはもう超重要なんで、もうこれ皆さん知ってる動きだと思いますので、片足をね曲げることによって安定感つきますから、特に、はい、あのシニアミドル世代の方は開脚ね結構きついと思うので、まずはこの足を曲げてちょっと緩めの開脚からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さあ続きまして、ちょっとさらにね、ここにねいろんなストレッチ載ってますんでご紹介しておきましょう。はい、まず次ね、今度こんなやつ、肩のこのちょっと下側ぐらい、ここをストレッチするね、この腕の、上腕三頭筋からこの肩の肩甲骨の下あたりをストレッチする方法が載ってました。おおこうね、はい、座ってこの手をね腰にグッと当てて、腰に当てて反対の手でこの肘をこっちに引っ張ります。このだいたいいつもねストレッチ筋トレなんでもそうなんですけど、前の方の筋肉の方意識があるんですけど、後ろの筋肉をストレッチするっていうのをついね忘れてしまいがちなんで、ちゃん、うん、おお、ちょっと待ってな、このままねこうやって今度この顔をこっちの、90度にしてる方をグッと向きます。そしてさらに出ていきます。1、2、3っていう感じで、ね、今度反対は腰に手を当てて、反対の手でこれをこっちに引っ張ります。で顔はこっち、1、2、3、4、5。はい、レモちゃん、なんでどう、座ってどういうこと、この手が腰、こう手当てて、これで、あ、足も待ってこれをこうじゃない、こう、あれ、あれ、あれ、こうこれで、こうして、こう、そうそうね、顔向こう、そうそのまま引っ張ったら、ちょっといつもと違うとこ伸びるでしょ、この下ぐらい感じない、まあ、でもやり方はそうですからね、合ってますよ。はい、日向さんもやってみますか。ちょっとこの筋はね、僕もこの本書見てね、あ、こんなやり方あんねやって初めて知りましたから、そう、こういう感じで、そうそれでグッと、ちょっとなんか伸びてる感じないですか。うん、ちょっとこの辺が、そうなんです。そこのポイント、なかなか普段伸ばせないですよ、これも。しかも、テレワーク、デスクワークの合間にサッとできますから、すごく日常生活にも使えますね。そうですね、これ誰かを呼ぶ時とかもね、誰か呼ぶ時、あの人とか、
さーん。あ、結構後ろの人を呼ぶときにあれどうなってたみたいな。あ、発注とストレッチを兼ねてやる。そうそう、ちょっと声出にくいやろ、そんな逆に。ちょっとコーヒーもらえる。むっちゃ健康意識高いスーパーガールに早変わりですね。あ、コーヒー喫茶店でもそれで、もう日常から常に健康への意識、まあ、ね、まあでもそうなっていくと素晴らしいですね。もう意識せずにそうなっていくとね、はい、そうやってグッとて顔をそっちに、あ、そのね、背もたれにこ、背中をつけずに、そうそう、それでいきましょう。もう全然むっちゃ伸びてるやん。これがもうこうなってることがすごいですよ。僕らそんな伸びひんもん。だからまたすごく柔軟性があるので、その柔軟性大事にね、あのしっかり柔軟の習慣つけていってく、継続していってくださいね。うん、うん、素晴らしい素晴らしい。パフォーマンスのピラミッドの土台は柔軟性ですからね。柔軟性、筋力、そしてその上にパフォーマンスが乗っかって、その全体を統括する運動神経、それでね、ベストパフォーマンスに持っていきましょう。ウォーキングにおいてもね、それは言えてることなんで、このストレッチ、柔軟性すごく大事になってきます。はい、はい、そしたら次、あともう一個ね、あの紹介されてるんで、それもやっておきましょうか。この椅子を使って、ちょっとこの椅子のね、背が低いであれなんですけども、この背中から肩をストレッチする感じで、ちょっとこれが高い時は足をね閉じてできますけど、これが手もたら低いちょっと開きで手を伸ばして、このままこれを持って、背中を曲げずに背中まっすぐしたままこれを下に23、ああ、そうか、待って、人でもできるな、ペアでできるな、それな。今ちょっともうハンドをつけてしまいましたけども、ハンドなしでこれで1、2、3、4、5、これも肩こりに効きます。ちょっとヒューガさん体験してみてください。これ意外と効きます。背ももやっていいや、それ。いいですよ。ちょっとヒューガさんにしてはその、ね、背もたれが低いと思うんで、ちょっと足を広げなければいけないっていう難しさがありますが、そのままでもレモンあるので、顔をちょっとまっす、顔をちょっとね、まーす下に、そう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 、お、ちょっと背もたれ低いですね。むっちゃ曲がってるやん。もうあとね、やりすぎ。じゃあ、その多分背もたれが低いんですよ。もうちょっと公園なんかにある、もうちょっと高めの台に手をセッティングしていただくとちょうどいいと思いますけど。じゃあ、レモちゃんはちょうどいいかも。レモちゃんちょうどいいと思う。ちょっとやってみよう。足閉じていい？閉じてもいい。あ、ぴったりぴったり、そのぴったり。そのままぐっと背筋を曲げずに下に倒していく。そう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 。伸びる？ここか。あ、まあでもそうやね。あの肩から裏筋を伸ばしてるから、ちょっと前屈に近い姿勢になるから、裏側を伸びてるという意味では、そんで高さ的にはちょうどよかったですね。はい、アマナちゃんもやってみます。アマナちゃんはちょっと足開いてやってみてください。どこまで開くんですか。滑るやん、これ。それぐらい、それぐらい、それぐらい、それぐらい。待って、無理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 。あ、そしたら、おー、えらい開脚はね、披露してくれましたけども、さあ、タカちゃんさっきね、ハンドをつけてしまいましたが、動的ストレッチ、ハンドをつけてやるストレッチは、なんかもっとね、競技スポーツとか、ハイパフォーマンス、激しい運動を目標にやる時の準備の段階でのストレッチでは、動的ストレッチがね、すごく有効になってきます。心拍数を上げて筋肉を温めて、そして、ベストパフォーマンス本番に臨むっていう意味でのストレッチの場合は動的ストレッチ有効なんですが、今回はウォーキングということで、静的ストレッチ、ハンドをつけずに。ちょっと何これ、うわ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 、もうこれもうすごいですね。これはもうあの紫色草、今年中にはなんとかね、親子でヨガ、これもねやっていきたいと思いますね。もう少しゆうかさん、ヨガについて僕も詳しく勉強していきますね。お願いします。はい、もうここで2人ちょっと元気が光っておりますから、今日もみんなでレッツウォーキング。ヨガウォーキングで、はい、脳トレ効果。
夏休みはどこか行きたいとこある？東武動物園。東武動物園いいな。ホワイトタイガーがいい。ホワイトタイガーみたいな。あまちゃん何みたいの？それより遊園地も。遊園地もええな。春はいいな。デュークサナエさん、デュークさん、ウォーキング教えてください。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。